めっちゃじゃんけんできますね。ちょっと今後注目して見てみたいポイントが増えたなっていう感覚。カタプキアチャンネル、どうも MA マンです。今日もね、楽しくプラモデルに触れていこうと思います。よろしくお願いいたします。はい、どうも、アーキー平島です。 MA マンさん、本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、ということでね、今日はね、なんとね、吉田咲ちゃんに来ていただきました。はい、皆さんこんにちは、吉田咲です。よろしくお願いします。まだまだちょっとプラモデル初心者なので、いろいろわからないところとか皆さんにお聞きしてしまうと思うんですけども、よろしくお願いします。お願いします。皆さん優しいから、本当ですか、コメントとかでもしかしたら教えてくれるかもしれませんよ。はい、プラモデルはね、本当に触ったことが、はい、ないんですよ。今日はいろいろわからないこととかがあったら、もう全然質問とかしてもらってね、はい、楽しくやっていきましょう。お願いします。はい、今回お二人揃ったところで、まあ、触っていただきたいプラモデルがございます。はい、はい、でこちらになるんです。はい、はい、もうね、めちゃくちゃ可愛いですね。可愛い、見てこの武器まですごい、うんうん、はい、こちらなんですけれども、ね、天使型アームバディリペイントカラーバージョンとなっております。今回ですね、あの女神デバイスと、あと武装神器のコラボアイテムとなっておりまして、女神デバイスはですね、可動美少女素材にですね、ウェポンであったりとか、あとアーマーをこう装備して楽しむ1分の1スケールのプラモデル商品となっております。素体はフィギュア原型師の浅井正樹さんによる新設計素体マシニーカを採用しています。美少女プラモデルの火付け役にもなったこのシリーズなんですけれども、まあ、多くの方からの支持を得ておりましてですね、まあ、自分好みの素体にカスタマイズできるっていうところが醍醐味になっています。あ、はい、できるんだ、カスタマイズが。そうですね、まあ、自分だけのカスタマイズを行って、まあ、作品投稿を行うカスタム女神という投稿フォームがあります。サイトを見ていただくと分かると思うんですけれども、たくさんのご投稿がありまして、多くの方から、愛され続けている商品となっております。はい、でちなみにこちらがカスタム女神と呼ばれるフォームです。で、私の好きな素体はですね、最近発売されたスサノオ草原というものでして、はい、まあ、青い炎をまとっておりましてですね、まあ、ボリューム感のある商品となっております。いいですね、青い炎。はい、私の個人的に好きな、まあ、青と白、うん、この私好きなカラーなんですけれども、うん、まあ、それで彩色されているというところもありまして、とてもすごいかっこいい、はい、仕様になっています。こちらの商品ですね、ご紹介できればと思うんですけれども、武装神器と女神デバイスのコラボレーションアイテムとなっております。武装神器はですね、過去にコナミデジタルエンターテインメント様からアクションフィギュアシリーズとして発売されておりまして、それを弊社がですね、女神デバイス仕様でプラモデル化した商品になっております。こちらの商品は、あの昨年発売された武装神器の第一弾キャラクター、天使型アーンバルというね、白色の機体があるんですけれども、それのリペイントカラーバージョンになっております。まあ、リペイントカラーバージョンはですね、過去にアクションフィギュアとしても発売されていたカラーでして、まあ、ファンにとってはとても嬉しいカラーリングとなっております。はい、こちらの商品ですね、僕の口からご説明したいんですけれども、今回はなんとですね、特別に弊社寿屋の企画担当者と開発担当者からのですね、コメント VTR の方をいただいておりますので、こちらをちょっと、はい、ご覧いただければと思います。企画の野内です。今回私の方から開発メンバーに質問させていただきます。今回、アンバルの説明させていただく開発の青木です。よろしくお願いします。はい、久々に帰ってまいりました。はい。まあ、いなかったのはね、まあ、1月ぐらいだったんで、まあ。そうですね、そう、前回の、あれか、女神イベントの時には、うん、本当はね、リモートでやるつもりだったんですけど、うん、ちょっとね、体調不良で。体調不良。はい、流行り病にかかってしまい、はい、ということになったので、ちょっと申し訳なかったです。ね、なので、まあ、ちょっと今回改めて、それぞれ、アンバルの説明というところで、ちょっと来させてもらいました。はい、で今回は、アンバルリペイントカラーバージョンという商品名で、はい、まあ、いわゆる仕様替え商品なんですけど、うん、まあ、一見開発は簡単そうなんですけど、はい、まあ、どの辺が大変でしたかね。大変でしたかね。言葉がね、よく分かってない。簡単そうなんですけど大変でしたかねっていうね。そう、確かにそう、今回その一見これカラーバリエーション、前回出たそのアンバルの、まあ、白い方ですね、ノーマルバージョン、あれのそうカラーバリなので、まあ、一見
整形ちょっと変えればいいんじゃないみたいな、そんな感じでちょっと囚われるところもあると思うんですけど、うん、そう、実はこれめちゃくちゃ面倒くさかったんですよ。面倒くさいって言い方失礼ですね。大変同じそう、まあ、なんというか、その、まあ、大元のその、まあ、リペイントバージョン自体が、うん、その塗装ありきだったところもあって、うん、配色がかなりこうピーキーに分かれてるところがあるんですよね。塗っちゃえば OK、 そう、塗っちゃえば OK だってところを、うん、そう、これをじゃあプラモデルにした時に、じゃあお客さん塗っちゃえばいいかって、塗ってもらっちゃえばいいかっていうのはさすがにちょっと難しいなということで、うん、まあ、今回もうね、塗り分け部分ほとんど部品分けで作ってます。で別に分割を変えたわけじゃないんですね。分割は、分割が変わってる部分もあるんですけど、分割にしちゃってる部分もあるんですけど、あとは同形状パーツでも、実はランナー違うとこにその 赤くなってる部分に入ってたりとか、実はかなりこうランナー上のパズルをやってバリエーションを含めていろいろ配置作ってたんですけど、マジ配置の入れ替え作業だけで1週間ぐらいずっとやってました。マジでこの時にはこの配置で ここでスイッチしてみたいなとか、すごい全域にわたってるような、そんな感じでしたね。結局は間違えずに何とかなったんですか。よくあるんですけど、間違えると金型埋め直して掘り直すんですよね。そう今回はやっちゃった、今回はっていうのもあれですけど、今回は大丈夫です。事前にめちゃくちゃやったんで、完璧に、うん、はい、色分けはちゃんと再現されています。あとはまあ今回その特別な部分としては、まあ元々のそのリペイントバージョンにあったポニーテールの部品ですね、こういった部品の新規造形であったりとか、お腹ですね、このお腹の部分、まあ、開発中のまだサンプルで完成したものじゃないんですけど、これがまあ大体成形品を組み立てたらこうなるっていう状態ですね。でまだ一部塗装とかがまだないので、そこの部分はちょっと折って、ね、またやります。塗装あるよね、はい。で、さっき話していた、色分けの部分に関してなんですけど、この胸の部分ですね、この白と赤とか、この腹がちょんとこう黒くなってる部分とか、この腹のちょんと出てる部分、ここの再現のために腹の前側とこのお腹のこの赤い部分、ここをまた別で作り直してるんですよ。なのでもうその分また別のお腹があって、で今回の時にはいらないでスイッチで切り替えたりするので、相当手は込んでますね、これ自体には。開発的な見どころというので言うと、まあそういった感じでその色分け再現用にした、まあ、こういう部品っていうのを、まあ、入れつつ、あとはですね、これ配置を見ていただきたいですね。ランナーのさ、まあ、前回の白い時のやつ、まあ、白いアンバルの、まあ、ランナーがあり、で今回この、ね、リペイントバージョン、これのランナー比べた時に一部ずつちょっとずつ違ってるんですよ。やっぱそのさっきの色分けを再現するためのもので、ね、なのでその部分をちょっと楽しめるといいかなっていう、ちょっとこれ個人的な話になるんですけど、自分もやっぱプラモデル買う時によくやるのが、空張りとかそういうのを買う時って必ずその、まあ、作っちゃったらまた別なんですけど、まあ、前の商品があった時にはそのランナー比べてみて、この部品がこの何番と何番が実は同じだったとか、そういうのをランナーで比べて楽しむのめちゃくちゃ好きなんですよ。まあ、本当にお客さんは、まあ、組めばそのままで設定通りの、まあ、アンバルのリペイントバージョンが手に入れますよという仕様ですね。あ、そうですね。それに関しては間違いないですね。不要部品はほぼ出ない、風にはなってますね。そうなので、そういった形で、まあ、ちょっと再現できるし、その前回の持ってる人とか、ね、であればちょっとそれも再現できるの、確認ができるので、ちょっといろいろこうマニアックな楽しみ方もできる商品かななんて思ってます。はい。はい、あ、そうだ、忘れてた。そう、顔も新規なんですよ、今回。そう、まあ、顔面は一部ちょっと、まあ、あ、そうですね、顔面も一部用意してたものもありつつ、その目のあれですね、目のバリエーションも今回新しくこう3種類とも全部、作ってる状態になります。意外とね、笑顔が大変なんですよ。決める位置が難しいので、目のにっこりの顔って線1本じゃないですか、だからあれをこう調整するにあたってちょっとずれたらすぐ狂っちゃうんで、
そういう意味ではね、結構それはそれで大変なんですけど、うん、まあ、ただなんとか頑張ってきますんで大丈夫かと思います。てな感じで、今回そのアンバルのイベントバージョン紹介させてもらいました。それではじゃあ現場の方よろしくお願いします。よろしくお願いします。以上がですね VTR となりましたがですね、MMA さん、はい、さきさん、いかがでしたでしょうか。でも どうでした、結構聞き慣れない言葉とか多かったんじゃないかなとか思ってますけど。そうですね、なんかランナーって何なんだろうなと思って、はいはい、ランナーっていうのはですね、うん、部品がいっぱいついている、はい、まあ、枠みたいなものがございまして、うんうん、それをこうランナーというふうに、はい、呼びます。なんかこう四角い中にこう、そうです、たくさん線があって、って、でそこに部品がついてる感じ、はい、パーツがいろいろで切り離してて作るみたいなものなんですね、はい、そうですね、それの枠のとこ、枠の、はい、それランナーと言います。ランナーのなんかパーツの配置、はい、なんか配置にまでそのこだわりがあるってことは、うん、まあ、正直言って私も盲点だったというか、だいぶマニアックなあれだなと思って、そうですね、ちょっと今後注目して見てみたいポイントが増えたなっていう感覚、うんうんうん、ね、私もなんかちょっとチャレンジするときにランナーからちょっとなんか見てみたら2なのかなっていう学びを得ました。言われてみれば確かにそのプラモデルってそのランナーの切り離してない状態でなんかディスプレイされてるマニアックな方いらっしゃいますよね。そうですね、確かにって思い出しましたよそれで。中にはそのランナーのこの枠のところをですね、うん、こう自分でこう切り取ってそれをこうちょっと少し溶かしてパーツにしたりとか、あー、それはすごい。あとその線の部分をこう台座にしたりとかっていうのもされてる方がいらっしゃいます。かっこいい、すごい、かっこいいし、うんうん、確かに色同じになりますもんね。そうですね、今回はそのなんだっけな、前回のリペイントバージョンということで、うん、あの胸の部分がもうなんか造形的にと言いますか、うんうん、そうですね、デコマスですね、見ていただくと分かるんですけれども、このお腹の真ん中部分ですね、でこれを入れることでですね、うん、あのまた新たにこう、ランダーのパーツが増えるんですよね、うん、はい、そうですよね、これ塗ってるとかじゃないですもんね、塗ってるとかじゃなくて、うん、はい、なのでこう、まあ、そこでまた少しその前回のものとの差別化であったりとかっていうところが図られているっていう感じですね、うんうん、いや、なんか愛を感じますよね。いや、すごい感じました。うん、こんなに細かいところまで考えて作られてるから、やっぱみんなに刺さるものが出来上がるんだなっていうのが、やっぱいいですね、その開発の方の声を聞くことってなかなかないじゃないですか、うんうん、ですね、愛を感じますよね。いや、めんどくさかったよって言ってるけど、それすらもなんか楽しかった思い出みたいな感じに聞こえて、ね、 そ, ね、それめっちゃ、でも自分も制作するからなんかわかるなとか思って、うん、面白かった、すごく大変な、ここが可愛いみたいな、ね、非常に貴重なお話を、はい、聞いていただけたかなというふうに、はい、思います。まあ、デコマスを、ね、動かすことはちょっと実際できないので、ちょっとまあ360度、まあ、ちょっと触ってみながらこう見れればと思うんですけれども、はい、じゃあのデコマスの状態なので、まあ、あの墨入れとかはこうされている状態であります。例えば一番上の羽のところに、まあ、こう蛇腹になっている模様があると思うんですけれども、はい、こことかは墨入れがされている状態になっています。めっちゃ細かいですね。墨入れって何ですか。そうですね、墨入れっていうのはですね、まあ、こういった実際サンプルで上がってくるものに対しては、うんうんうん、今ここの羽の部分、蛇腹のところ、はい、線が入ってると思うんですけど、はいはいはい、入ってないんですよ。おー、で一応なんかその、まあ、モールドといって、うんうん、まあ、へこみみたいなのもあるんですけれども、はい、それを実際にこう色をつけて出すために、うんうん、まあ、墨をこう入れるわけですね。例えば、まあ、筆とかで、はいはい、ペンとかでこう、うん、へこんでるところに、はい、垂らしたりとか、引いたりすることで墨入れっていう作業ができる、そういった工程を、はい、指してます。でこちら今度武器の方も、ね、ございましてですね、そう、これですよね、はい、こちらもかなりボリューミーな仕様となっております、うん、はい、めっちゃでかいですよね。かなりでかいですね。これでもう体を覆うぐらい大きいのかなというふうに思うんですけれども、身長よりあるかな、そうですね、くらいのボリューム感で、うん、まあ、こちらもね、あの手で持たせることができるので、手でも持てるんですね、はい、いいですね、かっこいい、うん、プラモデルっていうのは、うん、本当に今まで触れてこなかった、手先がもともと不器用なので。あ、そうなの。そうなんですよ。なんかね、説明書とかもすごく丁寧で、うん、初めての方でも、はい、本当に作りやすいようになってるし、あと頭を使うから、うん、なんだろうな、結構いいなって思ってて、うん、だからぜひやってみてほしい。やりたいです、うん、なんか最近のプラモデルはすごく作りやすくなってるって話は聞いてるんで、でもランナーの状態でちゃんともう色が分かれてるから、うん、はい、塗らなくていいんですよね。そうなんです、ね、うん、
ガレージキットとかにも興味があったんですけど、はい、ガレキってもう塗り前提じゃないですか。そうですね、だからなんかちょっと手が出せなかったんですけど、はいはい、これだったらもう塗ってあるってことですね。そうですね、はい、うんうん、あとはデカールとかもありまして、まあ、そちらをこう貼ることでよりそのディティール部分が、うん、はい、追求できるかなというふうに思います。はい、その他ですね、 VTR の方でお話しされたのは、まあ、顔の部分であったりとかっていう感じですけども、ね、すごくねちっちゃいサイズなんだけど、うん、めちゃくちゃ綺麗、うん、めっちゃ顔がいいです ね、いい。にっこり顔あとちょっとこう目の位置っていうところがこうあんま分かりづらい、うんうん、少し上がると鼻が長く見えるし、はい、下に行きすぎると鼻が短くなる、うん、そうですよね。めっちゃでもちょうどいい位置ですね。ちょうどいい、本当にかわいい。しかもこの目尻の下にちょんってこう白いね、なんかキラッとした感じが入ってて、あ、え、本当だ、超ちっちゃくいいですね。まあ今回はい、アーンバル、リペイントバージョンの方をご説明させていただきましたけれども、いかがでしたでしょうか。やっぱりこれは直接見ていただきたいですね、たくさんの方にね、うんうん、やっぱりなんか私もいつもこう画像で見る時と実際にこう手に取って見た時ってやっぱりこう入ってくる情報量が本当に細かいところまでこだわられてるから、うんうん、やっぱ楽しいですね、ずっと眺めちゃう、眺めちゃいます ね、こう360度見れるのって本当いいですね。そう、しかも武器も持たせられるのもすごく良くて、なんかこう華奢な女の子に大きな武器ってやっぱりロマンが、うん、あるのでギャップみたいな、うん、これ髪の毛のポニーテールの流れめっちゃ綺麗ですよね。そうですね、こうやってねの子、はい、新規造形になっているみたいですね。こパースによってはこう髪の毛が光るパーツも、あ、なるほどなるほど、あ、これも絶対に可愛いわ、うんうん、あとは前髪であったりとか、はい、うんうん、まあ、今回は今あのヘッドパーツをつけていると思うんですけれども、はい、それがないバージョンだとこういった、あ、めっちゃ可愛 い、はい、子供役もめちゃくちゃ可愛い、いいですね、うん、手のパーツもたくさんあるので、まあ、その武器を持ってない状態であったりとか、まあ、育ちの状態であったりとか、お、え、めっちゃじゃんけんできますね、じゃんけんで。そうですね、まあ、そういったバリエーションも楽しめる仕様になっています。ちょっとした疑問なんですけど、はい、他のプラモデルとかになるとやっぱり手の形とか組み合わせってやっぱ違うんですかね。そうで、でも差し込み口に関してはですね、大体共通の穴軸になっているので、うんうん、はい、別のパーツにも付け替えることができる。特にこの女神デバイスに関しては、まあ、共通の、はい、仕様になっているので、うん、女神デバイスの子同士で変えられると、ね、はい、あ、いいですね。はい、でこちらの商品ですね、現在予約受付中ですのでですね、はい、この動画を見て、はい、欲しいと思った方はですね、ぜひ概要欄のリンクから飛んでご購入いただけるとという感じでございます。そうですね、はい、めちゃくちゃおすすめできる商品ですね、うん、はい、ぜひぜひ、はい、ご覧いただければと思います。ということでね、今回もプラモデル紹介させてもらいましたけれども、いかがでしたか、面白かったですか。ぜひね、面白かったなという方はチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いいたします。いつもね、コメントも ありがとうございます。コメントもね、我々も見させてもらってますので、ね、楽しくぜひぜひ自由にコメントお待ちしております。はい、でということで今日はありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ皆さん、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。バイバイ。